皆さんこんにちは、チャタイです。はい、ということでですね、今回からパワプロ2020の、新企画やっていきたいと、思います。すみません、ちょっと以前ですね、今野さんのマイライフやってから結構時間空いちゃったんですけど、まあ、あれからいろいろと、まあ、自分なりに何をしようかなって考えて、まあ、いくつか候補っていうか案が出たんですけど、まあ、今回ですね、まあ、そのうちの一つをやっていこうと、思っております。はい、では、今回から、やる企画ですが、この東京2020オリンピックで、やっていきたいと思います。まあ、実際のオリンピックは今年、まあ、コロナの影響で開催されなかったんで、まあ せめてね、パワプロではオリンピック楽しんでいけたらいいかなと、思っております。はい。でですね、以前、マイアンの企画で、ちょっとこの選手チャレンジというモードで、ちょっとやったんですが、まあ、今回このチームチャレンジという方でやっていきたいと思います。で、チームを、このアレンジチームに変更します。これはいっか。このままで。はい。いきますね。メキシコ戦ですね。はい。メキシコってパワプロ2018で対戦しましたっけ？初めてな気がしますけど。ですね。まずはちょっと、この辺の設定なんですけど、はい。どこかな。あ、そうだ。この、そう。なんかですね、この、この東京2020オリンピックモードだと、なんかですね、いろいろ設定いじりたかったんですよ。いじりたかったんですけど、なんかいじれないんですよ。そう。前回やった時気づいたんですけど、投球カーソル。投球カーソルって自分今までずっと非表示にしてやってたんですよ。だから、ピッチャーがボール投げて初めてこのコースに来るってわかるんですけど、この東京2020オリンピックモードだと、こう実際にこうピッチャーが振りかぶってボールを投げるところぐらいに投げる直前ぐらいまでにここら辺に来ますっていうのが出ちゃうんですよね。それをいじれないそうなんですよ。そう、事前に見たんですけど、いじれんのかなと思ったんですけど、だったら球速レベル早くしようかなと思ったんですけど、それもなんかいじれなさそうなんですよね。まあ、そうやって大体どの辺に来るかっていうのが分かれば、まあ、球速レベルマックスにしてもいいかなって思ったんですけど、その辺がなんかできなさそうなんで、まあこれでやります。その代わり今からちょっといろいろ説明するんですけど、今回このオリンピックモードでやるルールは相当結構厳しいルール、まあ、縛りもう、まあ、縛りと言ってもいいと思うんですけど、結構厳しいルールでやるので、まあ、そこでこうがどうなるかといったところになるかと思います。あと実際に投球カーソルが出ても、まあそのマイヤーの企画やった時思ったんですけど、まあ、別にそこまでバコバコ打ってるわけではないんで。はい。で、まあ、今回ですね、その前回ちょっとやったんですけど、このオープニングラウンドってのがあって、まあ、グループ AB に分かれて対戦して、で、その後このノックアウトステージと、まあ、単純なトーナメントじゃなくて、負けてもまだチャンスがあると、言ったところになりますね。まあ、全勝する必要はないです。はい。これもですね、今回の企画やる上ですごく大事なポイントになるかなと思います。はい。では、じゃあ、今回なんでどんなチームでやっとんねんと、今ね、日本とメキシコのステータス出てますけども、ね、惨敗してますけど、どんなチームでやるんだと、言ったところなんですけど、じゃあちょっと見ていきますね。はい。今回は、どっちでもいいかな。はい。このメンバーでやりたいと思います。はい。ですね、ピッチャー6人しかいません。これがですね、今回の企画やる上で、非常に、もう厳しいポイントになります。はい。で、野手が、こんな感じです。ちょっと最後二人いますが、はい。皆さんわかります？このメンバー。何のメンバーか。ある共通点があります。さあ、わかりますかね。ちなみにその、いじりさんと日村さんもですね、その共通点。なので、チームに入ってるという感じなんですが、はい。じゃあちょっともうあれなんで、実はですね、このメンバー、すべて、
このメンバーですね、いじりさん、日村さんも含めて、オリンピック、夏の夏季オリンピックが開催された年に生まれたメンバーです。今回このメンバーで、オリンピックを戦い抜いていこうかなと思ってます。で、まあそういう風な、ですね、ちょっと、まあオリンピックの年に生まれたメンバーっていう風にやった時に、ピッチャーが6人しかいなかった。まあ正確に言うと5人しかいなかったんです。なので、これはさすがに厳しいと思って、一木アナを急遽作りました。まあ、以前、結構初期の時か、ペナントやってた時はね、実際、サクセスで作って、ペナントでも使ってたんですけど、まあ、ちょっとあまりにもね、こう、卒業生が増えてきて、で、かつ、4期生とかがどんどん、3期生、4期生とどんどん入ってきたんで、まあ、人数があまりにも多すぎるってことで、まあ、途中から、ラリンちゃん以降の卒業メンバーのみを、ちょっと、ペナントとかでも使うようにしてたんですけど、まあ、今回、状況が状況なんで、急遽作りました。はい。っていった感じでやっていきたいかなと思っております。ちなみに、日村さん、ごめんなさい、イジリーさんは、東京オリンピックですね、その前回。1964年、東京オリンピック開催された時に生まれました。で、日村さんが、ミュンヘンオリンピックか、ドイツの年に生まれたみたいです。メンバーで言うと、あとは、92年のバルセロナオリンピックが、マイチュンとマイアンとマッチュンかな?はい。なるかなと思います。で、96年のアトランタオリンピックが、レナリンと、マリカちゃん、ヒメちゃん、ホッちゃん、キーちゃんかな?はい。で、2000年シドニーオリンピックが、ヨダッチョと、セイラちゃん。はい。少ないですね。今年っていうかあれか、今年じゃない、ごめんなさい。来年成人になるメンバーですね。はい。で、2004年アテネオリンピックが、これ結構いるんですよね。レンタン、アヤメ、ミュウちゃん、ハルカちゃん、かな?はい。って言ったところで、もう野手もピッチャーもギリギリ、まあピッチャーもギリギリというか足りません、正直。はい。って言ったところでですね、まあさっきも言ったんですけど、まあ設定的には普段やってる設定より試合設定ちょっと甘いんですけど、まあそれを、このね、人数でやっていけるかと。まあ相手も強いんで、はい。非常に強いんでね。まあ簡単には正直いかないと思います。はい。っていったところでですね、今回このメンバーでやっていこうかなと思います。では、早速試合の方を始めていきます。あ、これマイアンでいきますか。はい。オープニングピッチャー。で、これ、ピッチャーのメン、6人見たときに、先発はマイアンと、ヒメちゃんと、マイチュンとレンタンになると思います。基本は。やっぱ4人は必要だと思うんで、どんだけ少なくても3人はいると思うんですよ。基本4人だと思うんで、ってなった時にこの2人がね、まあリリーフとかになると思うんですけど、まあ2人しかいないってなると相当厳しいですが、はい。ちょっとね、これ調子も相当大事なんで、はい。で、まあ今回ですね、野手も人数的に、日村さんとイジリーさんは、ちょっとまあ使わざる得ない状況ですね。はい。ちょっと調子悪いですけど、ちょっとイジリーさんに変えようかな。ね、もうキャッチャーがですね、いない。こうなったらこうか。さすがに。はい。マイアンが先発じゃないときはマイアンを野手で使うっていう手もね、あります。はい。では、もうポジションもですね、本当に全員がメインポジションを守るってことができないので、はい。じゃあこれでいきますか。はい。では行きましょう。メキシコ戦です。でですね、もうこれちょっと、この、メンバーで試合をやる上で、どうしても、まあもちろん、この後の試合展開にもよるんですけど、まあちょっとですね、例えば、試合の中盤で、10対0で負けてたとします。はい。ってなった時にですよ、試合中盤で、まあ、10点取られてるってことは、もう先発ピッチャーノックアウトされてるわけです。だからもうスタミナがガーンって減ってますと。で、そこでリリーフピッチャーを投げさして、さらにね、残りのイニング投げるってなると、もうね、ピッチャーのスタミナがどんどん減っちゃいますと。はい。
ってなるとですよ、もう次の試合にもうもろもろ、もろに影響出ちゃうんで、だから、もしですよ、そうなった時は、ちょっと、もう試合を捨てるっていう選択肢もするかもしれないです。もちろん捨てられない試合もあります。もちろん決勝戦とかね、もうもちろん、そんなのもう言わずもがななんですが、例えばこれ、このオリンピックノックアウトステージなんで、負けてもいい試合って何試合かあるんですよ、正直。うん、そうなった時には、ちょっと、そういう判断になる可能性もありますと。いったところだけですね、今回の、プレイをやる上で、ちょっとご了承いただけたらなと。まあ、そうなったら、もし、カット入れると思うんですけど、試合は。あとは、ピッチャーの切り札としてはですね、日村さん、ナックル持ってるんで、そう。まあ、最悪、そういう風な起用もあるかなと思ってます。はい。ごめんなさい、長々となりましたが、このね、ナックルは、日村さんってライブ配信で、サクセスで作ったんですけど、皆さんと一緒に。その時につけた、ナックルつけたんですよね、最後にね。投げた。ストレートによってストライク。追い込んでいます。投げた。オッケー、ナイスピッチ。このオリンピック球数制限はないんですが、なるべく球数は減らしつつ、球数を減らすっていうか、あれですね、スタミナをなるべく消費しないような、だから、連打を浴びたりとかっていうのは、ちょっとかなりスタミナ消耗すると思うんで、そういうのを避けるような、それができたら楽なんですが、なるべく、そういう感じでいければいいかなとは思ってます。はい。ちょっとごめんなさい、さっき喋りながら。相手チームの能力見ましたが、やっぱ強かったですね、メキシコね。で、おそらく次の試合がさっき、見た感じ、韓国戦なんで、まあ、韓国は、国際大会の中だったら、若干能力はね、劣るので、はい。まあ、次の韓国戦は、まあ、もちろんこの試合もね、勝ちに行きますが、ちょっと投手データ見ますか。うわ、なんかちょっと、これ結構苦戦しそう。緩急が多分ね、そうな、パームとかサークルチェンジ結構打ちづらいんだよな、パワプロ2020から。で、本当に、ちょっとした話なんですけど、野手の背番号なんですけど、いつもね、50音順でつけてたんですけど、今回はまあ人数も少なかったんで、自分の勝手なイメージでつけてみました、背番号も。はい。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番、ツイン。第9。投げました。よし。そう。まあね、投球カーソル出るから。こんな感じですね。はい。第2球。このサークルチェンジはね、投球カーソル出ても打ちづらい、正直。マイヤーの企画の時、そんな打てなかったですよね。投球カーソル出てんのに。そう、そうなんだよ。意外と出たら出たらで、なんかちょっと逆に難しさがあるんですよね。あー、ちょっと詰まってるなー。掴んでこれで3アウトになります。一塁ランナー、筒井、残塁に終わります。やっぱりちょっと相手チームも相手チームなんで、5点は最低でも取りたいですね、試合ね。はい。この変化球の、ここまで曲がりますよっていう、このあるじゃないですか、変化球到達点的な感じかな。これもですね、普段自分消してやってるんですけど、消せないんですよね。このなんでなんだろう。そう、普通と同じようにやしてくれればいいんだけどな、この東京2020オリンピックも。それをやんない意味なんてあんのかな。まあいいですけど、なんかコナミさん側の意図なのかもしれないですけど、投げました。ストレートボール。第5球投げた。いいボールなんだけどな。第6球を投げた。うわ、ナイスボール。危なかった危なかった。ギリギリのところに決まった。
6番バッターも、っていうか足が速い選手が多いかな、メキシコの選手。そんな感じしません？まあいいや、いいよ、OK。あ、ちなみに皆さん、そう、今回ですね、この企画やる上でいろいろ調べたときに、初めて自分知った事実があって、オリンピックに関して。オリンピックって、夏季オリンピックと冬季オリンピックってあるじゃないですか。夏季オリンピックと冬季オリンピックって、開催される年って違いますよね。なんですけど、1992年までは同じ年に開催されてたんですよ。知ってました皆さん。自分知らなかったっすね、これは。だから、聞いた、あー、間に合わないか。ちょっとそれはびっくりしましたし、あ、勉強になりましたね。はい。あ、ちなみに今回、夏季オリンピックの開催都市に生まれたメンバーでやってるじゃないですか。冬季オリンピックってなると、普通に強いチームが出来上がります。はい。特に、94年組と、98年かな？ここの年が結構、よく、メンバーも多いですし、あと、まあ、今言ったんですけど、1992年まで、夏と冬のオリンピック同じ年に開催されてたんで、冬季オリンピックの年に生まれたメンバーだと、92年メンバーってどっちもなんですよ。夏季も冬季も。そう、だから、マイチュン、マイアン、マッチュンか。はい。ここもね、冬季オリンピック生まれ年ってなると、まあ、メンバーとして入るので、まあ、その年92年代のメンバーもいますし、他の年も結構ね、豪華。それで言えば日村さんとイジリさんも同じですね。はい。冬季オリンピックも生まれ年メンバー、まあ、メンバーというメンバーじゃないですけどメンバーでもあるんで、はい。あ、いや、めっちゃいいっすね。うん。ちょっとアウトコース持ちなんで。スタミナの、そう、これぐらいで3イニング投げれたら相当いいですよ。うん。こういうピッチができればいいんですよ。こういうピッチができれば多分6人でも全然大丈夫だと思うんです、先発ピッチャーが。ただね、そんなうまくいくかなってとこっすね。はい。最後の最後の決勝戦はね、もう全員でうわーっていいんですよ。もう6人投げさせれば。うん。どんなにスタミナ減ってても。そこに行くまでですよね。OK。なかなかその4期生でペナントやって、またそのペナントの終盤にね、新4期生が乃木坂に入って、まあその後ねパープロ2018ですけど国際大会とかやりましたけどっていう、まあペナントのような長い企画できてないんで、新4期生のね、ちょっとこのパープロでの出番って少ないんですけど、まあ今回みゆちゃんとはるかちゃん出てるんで、ちょっと活躍させたいです。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。さあ、ここは1点取りたい。あ、しまった。いや、ちょっと打てねえな、なんでだろう。なんか このね、カーソルが出る打ちづらさもあるんですよね。多分でもちょっとしたら慣れると思うんですよ。だから今だけな気がするんですけど、まあ、こんなこと言ってずっと打ってなかったら恥ずかしいんですけど、でもね、この出ることの打ちづらさもちょっとね、今はちょっと感じてますね。OK、はるかちゃんです。よっしゃ、よっしゃ。ちょっとさっき、ボソッと言ったんですけど、こう、はるかちゃんとか、あと、レフト、岩田っちょ、あとライトもみゆちゃんなんで、メインポジションじゃない選手がね、結構たくさんいますと、うん、全員メインポジションで守るっていうのができないんですよね、このメンバーだと。誰かしらが、はい、守んないといけないんですけど。で、まあ、このパープロ2020になってから、その、サブポジとか守ったら、いやー、やっちまった！
簡単に行き過ぎたか。でもこんなこと言っちゃいけないですけど、点を取られるなら今のパターンがいいです。1点取られるなら、その3連打されて1点単打単打単打で1点取られるよりも絶対こっちの方がスタミナ多分減ないと思うんで、あーじゃあいいピッチングだったからな、惜しいな。あでもごめんなさい、あのそうサブポジションとか守った時の動きがね、パワープロ2018に比べてすごい鈍くなってる気がするんで、まあ、さっきからサードにだけ何球か飛んでますけど、やっぱりねちょっと思ってる画面上でどれだけ伝わってるか分かんないですけど、結構動きが OK、 イージーさんです。ちょっと悪いですね、やっぱサブポジだとね、うん、思ってる以上にですね、まあ、そう動きがちょっと悪くなるのは当然だと思うんですけど、よし OK、 ちょっとイジリーさんサード行って頑張って頑張ってちょっと頑張ってステキーちゃんにるリルリルリルよし、さあ点取られた後の回ですね。いいですよ、やばい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 、タイミングマジで、これはいや無理だろこれ、イジリさんだちょっと無理だなこれ多分、いやもうちょっとな深いところ打ちたかったですけど、落ちて落ちて、あ最悪だ、いやーやばい、まずいな。人の数はこの回の先頭バッターはアルモンテ、スタミナはね温存できてるんで、投げました低め外れてボール、投球はこれから3球目、にゃー第4球はな、よし次は5球目、ボール、どうしよう、第6球を投げました、あース引っ張ったレフトの左、いやー、あーしかもクッションボール見せた、ごめんなさいクッションって言っちゃった、ごめんなさい、やっぱそんな簡単にこれ打ち取れるとき打ち取れるけどな、インコース高めやっぱ2打されるとこの怖さありますよね。最初のバッターボックスはセカンドライナーに、あちょっとスタミナが黄色のところに来ましたけど、タイミング合いません、チャンス B 持ってるんですね、おー OKOKOK、 第3球、うわーそれ OK、今のところに投げれたらねいいですね、うん今のはねしっかりボール球を狙ったんで、怖いなー、7番がパワーへ、ほんとおーいいですね、このコースのいいですよ、うわちょっとごめんなさい、すいません第5球投げた、うわ危なかった危なかった、第6球を見えちゃう見えちゃう、ライトへのフライダー、ちょっとサードは行かれますけど、はい大丈夫ですね、まあまあまあ日本なおもピンチが続きます、これしょうがない、さあここですね、もう8番バッター、まあ打力ないって言ってもパワー C ありますけど、ここは切りたいな、投げたナイス、うわ結構スタミナが一気に減ってますね、やっぱりねランナー出しちゃうと、よし、まあ、それでも5回投げて半分ぐらいなんでスタミナの減り、まだね全然ヒットもねやっぱあのホームランが、よし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 、ヒット出てるんで、うんどうしようかな、またバント、さっ
木原かちゃんバントでしたよね。ちょっと待ってよ、これスチールっていうのもあるけど、でも肩ええだもんな。いやちょっとあんまり中途半端はやめた方がいいな、中途半端は。ちょっと送りますね、はい。あんまり中途半端にすると。よし！よしよし！これ！いけるでしょ、さすがに！よしよしよし、おっちゃナイス、オッケー！よし、追いついた、やっと追いついた。いいっすよ、ラストのあるバッティングで。じゃあね、もうこの国際大会の相手の国の外野手ってもう肩めっちゃ強いんで、どのチームも。うん、メキシコもそうでしたね、さっき試合の冒頭で見ましたけど。これタッチアップいけると思います、さすがに。勝負！うわ、やばっ！危なかった、ボールそれてなかった。やばい、ちょっと舐めちゃいかんっすね、肩。思ってる以上だった。ああやっちまったー、もう。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。もうちょっとボールの下叩いてれば多分ね、ショートの頭こうやって上叩いちゃったから、ヒットは出てるんで。9番バッターかな、怖いんだよな。弾道も4ですからね、4というか、はい、そうですね。よし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 、あっ、オッケー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 。これでワンアウト。なんかちょっとマイアンとイジリさんのバッテリーって結構エモいっすね、エモいっすね。なんかあんまりバッテリー組むことないんでね。うん、イジリさんやっぱりどんな企画やっても、まあ、代打出場とかが多くて、まあ、3期生のペナントの時もキャッチャーっていうか、外野を守らせることはね、何回かあったような気がするんですが。よっしゃ、 OK！ よし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 、いいですよいいですよ。今なんか雰囲気ありませんでした？なんか今自分感じましたよ、走りそうな雰囲気。打った強い当たり、入れば勝ち越しだ。ああ、ちまった。ホームラン、卓球は無敵のスタンドへ、初球を持っていかれました。うわ、ここのホームラン痛いな。バッターは3番ロス、これが3度目のバッターボックス。投げた、打ちました。うわ、これ抜けそうだ、ダメだ、思ったより打球が。ロハス、ツーベース。先ほどのプレーです。いやー、バッターは4番モントーヤ、今日はサードゴロと。うわー、引っ張った、危ない。スタンドに入りました、ファール。第2球投げました、2球目空振り。あ、スタミナが結構やっぱ。第3球、よし、うまくボール球今みたいに投げられればね、はい、こういうことも。おっと、危ない。いやー、やばい、ちょっと。これも野手、ベンチにいるの日村さんだけですけど、日村さんの使い方もかなり重要になってきますね。はい、あの投手、野手ともに人数的にギリギリですけど、やっぱりイジリさんと日村さんがいるっていうのは相当大きいんで、はい、チームとして。この2人の前にランナー出すように。落ちてよ、落ちないか。取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。いやー、今のストライクか。ちょっととりあえず追いつきたいですね。あ、反応できなかった、ミートトンピシャだったのに。今入ってますよね。いや、その前のボールだった。
そうね、マッチン普通だともうミートがめちゃめちゃちっちゃいですけど、今のはマッシン食いましたね。はい、マッシンさえ食えれば。やっぱこのいいですね、バット投げ。それ今もキャッチャーあんな顔になりますよね。そうそうそう、よし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 。ミュウちゃんね、今このチームの中だとミート結構大きいんで、うん、結構ね、今回の国際大会。そのバッティングの意味ではね、かなりキープレーになると思うんで、はい。まあ、はるかちゃんは足ですね、足っていう面が、まあ、今日ちょっとバントになっちゃってますけど、2打席とも。うん。バントも。投げました。総力が生きる場面もあると思うんで。第3球を投げました。三球目ストライク。第4球難しいな、配球が。投げました。一発打たれない。もうこの試合展開だとちょっと一発も打たれたくないんで。あ、ちょっと甘い。しまった。ああ、なんで。もうちょっと外に投げようと思ってたのに、なんでなんでなんで。なんか思ったよりカーソル動かなかった。もう。今日はセカンドライナーと三振。総力エースか、ちょっと走ってきそうだ。ちょっと間を置いてほい。もう一回これ一塁へ牽制球を送ります。第9投げた。よしよしよし、いいですね、ストレート走ってます。ちょっと前のスタミナが。さあ、この試合展開であんま変えたくないっすね。白石再三ランナーを牽制します。もう一度一塁。すいません、ちょっと頻繁に入れます。投げた。ストレートはボール。一塁へ牽制球を送ります。投球はこれから3球目。うわー、出らせないか。一塁牽制、タッチはセーフ。第4球を投げた。あー、やばい。ちょっとさすがにランナー気にすぎですね。これはまずい、やっちまった。次は5球目。よし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 。センター方向に持っていきます。ちょっと打球が OK。取りました。ボールは中継。ランナー一塁に戻る。いやでもな、ここ正直走られたくないっす、めちゃくちゃ。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9。うわ、盗まれた、完全盗まれた今。二塁走、これは楽々セーフ。盗塁を許します。さあリプレイです。あ、でもタイピンが発動するっていう効果ありますけどね、こうなれば逆にそれが有利になる可能性もあります。第3球は、あ、ほっちゃ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 、よしよしよし。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。これね、ちょっと守備力っていうか、まあ走力もだと思うんですけど、がなかなかないメンバーとね、今の間に合わない可能性もあると思うんで。ここまで2打席。これマイヤー9回は投げれそうにないっすね。いや、わかんないですよ、わかんないですけど。第2球投げた。第3球を。いや。第4球を投げました。ストレートによってストライク。投げました。ナイスピッチ、よくしのぎます。ちょっとこれ系統を継がないといけなさそうですね。あと今日ね、マイアン調子絶好調だから DH 解除できるかな。そっか、そこのシミュレーションしてなかったな。できたらバッターとして残す。いや、それないか。はい、いやいや、なるべくしたくないですけどね。はい、なるべくしたくはないですが、ちょっと状況が状況だったら。今日ね、セイラちゃん2安打打ってるんで。あ、ごめんなさい、すいません、ちょっと iPhone の通知音が聞こえたと思うんですけど、申し訳ないです。よしよし、こうなるとまたはるかちゃんバントかな。いや、ちょっと待ってよ、ここで勝負かける手はあるな。ちょっと待ってくださいね、打線の巡りを考えて、まずサードに日村さん出したら大丈夫なのか。あれ、大丈夫じゃないかな。日村さん出して
て、あ、まあ大丈夫、あ、まあまあまあ守れるけど、キーちゃんキャッチャーに持っていかないといけないかもな、そうなると。ちょっと待ってくださいね。あやめんのとこで日村さんだと、それは大丈夫だ。それは大丈夫だ。キーちゃんセカンド守れるんで。難しいなちょっと、あ、やばいやばい、あ、大丈夫ですね。ちょっとバント行きますね。ちょっと、はるかちゃん申し訳ない。ほんと今日。あ、ピーチャーが入ってくるの、それならちょっと。いや、でもどんなピーチャーかわかんないですからね。もしかしたら打ちやすいかも。なんだよ、このナックルカーブ。あのね、変化量1のチェンジアップもやらしそうですね。エッジシュートはね、狙いどころだと思います。はい、ここですね。第9投げました。一回ちょっと、そうですね。一回軌道見たいですね。さすがに。いくらなんで。よし、OK です。一回見たんでね。はい、これもボール。よし、いいですよ。これは、あ、前に出てるから落ちないか。どうしよっかな、ここ。いや、まだだな。まだ日村さん早いな。早めに行きたいですね。もういいボールだな。うわ、いい当たりだけど、正面なんだよ。今日なかなか、そのセイラちゃんが出て、ハッカちゃんが送ってからっていうところで、あんまり、そこが、よしよしよし、得点が、まあ、1点は入れられたと思うんですけど、うわ大丈夫ですね。この回まで前に投げてほしいな。第3球は、うわぁ、素晴らしい。これは、これは、これは見逃しますね。ビッタビタビッタビタですね。うん、うわ、ビッタビタビッタビタビッタビタ。ちょっとこの回までですね、ちょっと待って、ここで変えるって、そう、あんまりね、ギリギリまで投げたくない。でもな、ちょっと試合展開的にちょっと変えづらいんだよな。このバッターまで行きたいですね。さすがにもう次は交代かな。次も投げてしまうと、何ですか。多分ね、スタミナもう使い果たすんで、あ、ちょっと、うー、危なかった。やった、やった、あ、無理か。まあまあ、しょうがない。これ無理ですね。すみません、すみません。ちょっと怖いけど。打ちました。うー、キーちゃん、よーし、この回までですね。いや、よく投げました、よく投げてくれましたね、マイアンね。もう上的も上的ですね。2点しか取れない自分がめちゃめちゃ悪いです。もうこれは完全自分です。さあ、ここクリーンアップから、いいんじゃないですか。あ、落ちないか。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番岡田。さあ、伊地さん、金徳の大番クラセも発動します。初球ストライク、くっそ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番北田。うわ、タイミング合わねえ、マジでもう。ここでチェンジアップ多分投げてきたの初めてだと思うんですけど、ちょっと前は交代ですね。じゃあちょっとマリカちゃんいきますね。ちょっとね、うん、そうですね、はい。日本ピッチャーを変えてきました。白石交番、右の伊藤、今日2番手としてマウンドに上がります。相手もクリーンナップか。ミートでかすぎでしょ。ミートでかすぎ、定期。あ、危なかった。いやー。チャンス、ツーベースヒット。
な簡単にストライク取りに行くと、これターニングポイント来そうで怖い。これなぁ、ちょっと待ってくださいよ、チャンス性持てる。第9投げました。あの簡単にやと、まあちょっとランナー貯めたくないけど、第2球でもストライク簡単に取りに行くわけにもいかないなぁ。あーちょっと外れすぎた。いやもう投げました。うわ怖え。変化球にキレがあります。二塁牽制、二塁タッチはセーフ。さあ投球は5球目。あー始まった。ランナー2人を置いて迎えるバッターはアルモンテ。いやバッターサークルにはデラクルス。投げました。やばい、なんかちょっと手出しそうな雰囲気。ちょっと待ってくださいね、ちょっと定置にしますね。第2球投げた。ゲッツ欲しいな。第3球を投げた。第4球はいやマジでちょっとやばい。セカンド牽制球です。二塁タッチセーフ。さあ5球目打った。これは強烈、入れば勝ち越しだ。打球はそのまま伸びていく。入った入った、ホームラン。今の勝ち越しのシーン、バッターは6番。なぜかちょっと正直今投げる球分かんなかった。タイミング合いません。投げた、まっすぐ見送ってストライク。簡単にツーストライク追い込んだ。いやこんな感じでさっきも進化打ってくるよ誰か。もう全然さっきまで手出しそうな雰囲気なかったやん。しかもスタミナもうこんな減っちゃってんのか。これはちょっと第3球を投げた。ああ伸びた、伸びていった。いやーきつい。グエラツーベースヒットを放ちました。バッターは8番エステベス。ここまで3打席連続三振。初球を打ちました。ライト落下点に入りました。松尾取りました。ボールは中継。三塁送球。いやでも3点差だったらねまだ分かんないんで、はい、なんとか。ネグロン投げました。初球は変化球に空振り。マリカットあんまり通打されないかな、雰囲気的に。ストライクゾーンでも空振りしてますもんね。投げました。変化球は投げました。ちょっとマリカットかな。あっああああマリカちゃんのストリアがこんなになくなるのめちゃめちゃ痛い。あ打ちました。痛烈。さらに伸びていく。入った入った。ホームラン。リプレイをバッター。はい。日本ピッチャーを交代。第9。インローへ。第4球は打ちました。ファール。第5球投げた。打ちました。フラフラッと上がった。取りました。これで3アウト。さあ諦めずに行きましょう。6点取れる、6点取れる。ランナー貯めて、さあどんなピッチャー出てきましたかね。うん、いやこういう球種の方が多分打ちやすいんだよな。 V スライダーはあれですけど、はい、ランナーはありません。バッターは7番松尾。今日はここまで3打数の投げた。ストライク。膝元厳しい球でした。松尾見送りました。1球目ストライクから。第2球投げた。つけて打った。よし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 。いや全然ねいけますよ。ランナー貯めて、うん、繋いでいければ、もう本当に繋いでいけばね、ちょうどクリーンアップ一里さんとかのところに回ったら、もしそこまでかなりいい点差詰まってるはずなんで、一打同点とか逆転とか。あっ、デラクルス掴みました。ここは意地を見せてほしい。バッターは9番ハルカ。これが4度目のバッターボックス。インサイドにストライク。第3球を投げました。よし。嘘、取られんの、マジでヒットじゃないの今の。やばい、
これね、ちょっと8点、まあまあ正直、いや、最後の6点は、ダメです。ダメですけど、それよりも2点しか取れてないことの方が問題な気がするんだよな。はぁ、これは厳しい。あ、じゃあちょっと行きますか。あー、メキシコ2連勝ですね。じゃあちょっとどんどん行きます。はい、じゃあここまで行ったんで、これどれで見ればいいのかな。あ、ごめんなさい、これじゃないか。さっき見ましたが、グループ A の、ちょっとちっちゃくて見えないかもしれないですけど、そっか、だからこれね、ピッチャーやっぱ温存したいって考えると、やっぱ1位通過が良かったんだよな。2位通過でいける、まあ2位通過でも3位通過でも、まあ、はい。そうですね、1試合増えちゃうのか。まあ、だからここはもう、今ね、メキシコに2勝しちゃったんで、もう2位か3位なんですよ。うん。だから、まあはい、そうですね。ちょっと1位はもう取れないことになっちゃったんで、なかなか。で、これ逆に、このノックアウトステージで負けてしまうと、もうどんどんまた試合数が増えちゃうんで、厳しいな。やっぱりちょっと無理。いや、でも、もうこんな感じでやっていきますよ。で、まあ、次、韓国戦。韓国は、まあ、今出てますけど、メキシコとかに比べるとね、チーム力もそこも、てか、似てますね、チーム力。ほとんど見栄え同じに見えますけど、なんとかね、この韓国戦で、まあ、はい、なんとかね、ピッチャーのスタミナもなるべく、いやー、マリカちゃんのスタミナ浮かんな、いやー、やっちまったな、マジでやっちまった。はい、まあでもね、ノックアウトステージってことで、そう、全然ね、チャンスはまだあるんですけど、まあ、ちょっとね、負ければ負けるだけ試合数増えちゃうんで、そうなると、まあ、ピッチャーのやりくりがまた難しくなるんで、はい、まあ、次っていうよりは、次の試合からですね、かなり大事になってくると思うんで、はい、まあ、次ももちろん大事な試合なんですけどね、やっぱり2位通過の方が、もちろん多少はいいと思うんで、はい、やっちまったな。やってしまいました。ごめんなさい。もう2対2から打たれたスリーランあったじゃないですか。ほんとちょっと、投げる球が思いつかなかったです。もう、最後目つぶってインハイ投げたんですけど。やっちまったな。はい。まあ、でもちょっと、次からまた頑張ります。はい。ちょっと厳しい試合かなり続くんですけど。はい。なんとかやっていこうと思います。はい。では今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。